山木兼高は、平安時代後期の武将、平兼高、または、大城兼高ともいう、官務兵士大城氏の所流、泉守、平身剣の子。ケビー師匠として、別当平時中の下で活躍し、白山事件にて、天台座数であった妙運が処分されることになった際には、その警備に当たっている。ところが、父の訴えにより罪を得て、自称三年一月に、 江門城を解任され、伊豆国山記号に流される。自称3年の政変の後、懇意があった伊豆地行国主、平の時忠により、伊豆木大に任せられた。そのために金高は、伊豆で勢力を持つようになっていた。蘇我物語などによると、伊豆の豪族、北条時政が大番役で京へ登っていった間に、娘の政子が、源頼朝と恋仲になり、 帰国の道中に金高との縁談を進めていた次世は、平家の怒りを恐れ、政子を金高のもとへ送ろうとするが、勝ち気な政子は逃げ出して、頼朝のもとへ行ってしまう。金高は激怒するが、頼朝と政子は、伊豆山軍元に被護されてが出せなかったという。ただし、金高の伊豆入るは、自称三年のことであり、頼朝の長女、王姫の少年などから見て、 金高と政子との婚姻話は、物語上の創作と思われる。さらに、自称3年当時の伊豆国の治行国主は、源頼政で、持ち人王の乱によって頼政と、伊豆守であった息子の源の中綱が討たれた後の、自称4年6月29日に、平野時忠が、伊豆の治行国主、有志の平事件が、伊豆守に任命されたことが指摘され、 金高の木大任命から頼朝に撃たれるまでに、過月弱しかなかったとする指摘も出されている。後に、政子が闇夜を彷徨い、雨をしのいで、あなたのところを参りましたと述べており、頼朝も金高に対して、私の意志があると述べている。月岡義都作加藤慶加度に騙されて切られる。山木金高自称4年8月、頼朝は、持ち人王の領事を受け挙兵。 金高の館を吸収する。三島大社の祭礼のために、老頭の多くが留守だったため金高は満足に戦うことができず、加藤景角によって撃たれた。遺説では、金高は元尿という法名を持ち、その子孫は武蔵国に秩父軍に逃れて、八巻市と称して、海の国の武田氏日立国の佐竹氏越後国の上杉氏道の区国の伊達氏に仕えたという。 ありがとうございます。